はい、酒好きな俺の飲酒動画、久々ですが始めていきたいと思います。今日は、今、5月の8日の夜ですね。角瓶ですね。角瓶の黒ですね。黄色と白と黒があるんですが、角瓶にはね、サントリーの角瓶の、まあ、黒。これ、どういうのかわかんないんですけど、黒色のやつですね。アルコール度数が43度。普通の角瓶が40度なんですが、若干高いですね。こちら。まあ当然ながら、なんで買ったかというと、これ目的ですね。炭酸シュワシュワタンブラー、角。ということで。俺、以前、角瓶飲んで、動画投稿してますが、角瓶は、まずい。ですね。俺は。大嫌いなんですが。この角瓶のタンブラーは俺好きなんで。ね。ちょっと買っちゃいました。まあ値段1200円ぐらいだったかな。そんぐらいっすよね。で、関係ないんですが、以前から俺が使っていた、お気に入りのタンブラー、ブラックニカクリアのタンブラーなんですが、おととい、落として割ってしまいました。ね。ちょっと残念なんですけど。また今度、ね、発売されたら、買おうということで。じゃん。おう。ちょっと、あれですね。あ、でも結構、いいわ。ね。ここ黄色だったら一番良かったんですけどね。なんかホワイトの、ね。このマークがね。亀甲型のね。エッチな形ですけど。美味しい角ハイボールの作り方。まずはレモンを軽く絞って氷をぎっしり。角瓶を注ぎます。角対ソーダが1対4がおすすめです。1対 4？ 嘘。俺の場合1対2ぐらいなんだけどね。下手したら1対1ぐらい。かなり俺濃いめで作るんですよ。1対1か1対2が俺の中で基本なんですけど。1対 4？ 薄。冷えたソーダを静かに注ぎます。炭酸が逃げないようにマドラーで縦に1回かき混ぜます。ということで書いてありますけどね。容量がこれ 380ml。このタンブラーがね。こちらは、容量 700ml です。ということで、せっかくなんでこのタンブラーでストレートでいただきたいと思います。いや、でも角瓶久々だな。角瓶はね、瓶の形は好きなんですけどね。それ以外はあんまり好きじゃない。乾杯。やっぱりまずい。やっぱり角瓶はまずい。角瓶はね、基本的に俺はね、ストレートとかロックでは全く飲みたくないです。まあ、ハイボールだったら飲んでもいいんだけど、それでもあんまり好きじゃない。まあ、角瓶は、なんかこの、なんて言うんだろうな、この、どぎついんですよね。香りが。香りがなんか、ビキーってくるんですよね。なんか、どぎつい感じ。これ何なんですかね。なんか、どぎついんですよ。なんか。なんていうの、この、どぎつさ。まあ少なくとも、通常の黄色の、角瓶よか美味しいんではないかとは思うんですけど。
どうなのかもよくわかってないです。うん。あーでもまずいな。やっぱりストレートまずい。角瓶はまずい。でもこの、タンブラー、結構頑丈にできてますね。うん。結構厚め、厚めっていうか、結構この、分厚い感じでできてます。うん。でもかっこいいですね。このタンブラーね。うん。いや、まさか割れるとは思わんかった。まさか割るとは思わんかったな。ほら、ね、タンブラー、ブラックニカクリアのタンブラーなんですが、洗って、なんだ。なんていうの、コップを、こう、かける、いわゆる逆さにして、こう、カチャって、入れるタイプの、コップ置き場みたいなの、コップ置きみたいなのあるじゃないですか。あれに、こう、バタって、こう、入れたら、こうカチャって入れたらね、そのまま自分の重さで、こう、ぐわーって倒れて、ガチャーンってなっちゃった。バカだな。バカだなというか、そう思いました。くそー、もったいねん。ブラックニッカー。うん。ちょっともったいないですね。うん。角瓶でも、角瓶っていうそのね、名称から言って、うん。瓶はかっこいいんですよ。瓶はなんか高級感っていうのかな。オリジナリティがあるっつうか。ね、この瓶はね。うん。から瓶はいいんですけど、味はダメです。うん。なんかね、スパイシーすぎる。そう。辛い。辛い。辛口すぎる。なんか、ウイスキーの。辛さがあるっていうか、スパイシーなんだよね。この、角瓶はね。うん。ほんとこの味が、すっごいスパイシーで、これが俺嫌いなんですよね。でも43度か。ウイスキーって一般的にまあ40度ですが、珍しいですね。43度。ウイスキー。なんていうんですか。富士山6。富士山6は50度。でも43度ってこの微妙なこのなんか、あれはあれです。本当に。珍しい。角瓶。今、サントリーのサイトで今言ったんですけど、角瓶の特徴であるドライな味わいをベースにしっかりした濃い味わいを再現。アルコール43度の芳醇な味わいをお楽しみください。角瓶黄色と白と黒。どう違うかっていうのが、いまいちよくわかんないんですけど。
で、まだ飲んだことない白角は淡麗タイプのモルト原酒に熟成グレーン原酒をブレンド。角瓶の伝統を守りつつ、食中酒の、味わいを求めて、淡麗でやや辛口な原酒セレクション。まあ、つまり、白角は、かなり辛口だと。ということは、黒角と白角は真逆なわけですよね、結局ね。ドライなのが白角。濃厚なのが、コクがあるのが黒角ということになるわけですが、俺基本的に濃厚な方が好きなんで、まあ、黒角の方がいいのかな。で、黄色のやつはまあ、それの間ぐらいなんですかね。それだったら、中途半端な黄色よくやっぱ黒の方が俺好きですけどね。ちょっと飲み比べないと正直全然違い、ま、全くわかんないんですけども。残念ながら。全く。ちょっと待った。あれ？なんだ今。あれ？なんか気のせいか。新プレミアム角43度だって。誕生。なんか角の43度の新しい角瓶が出るらしいです。プレミアム角瓶。山崎、白州のボルト原酒。5月21日に新発売だって。なんかこのタイミングでさ、プレミアムとかさ、出すってことはさ、絶対あれだよね。日課のさ、リッチブレンドをさ、意識してるんじゃないか。多分日課が新しいやつを出してきたから、それに合わせてちょっとやべえなっていうことで、こっちも新しいの出すか的な感じで、ちょっと来たんじゃないですか。でも、プレミアムってことは、角瓶が通常まあ大体1200円ぐらいですから、すでに高いんですよね、個人的に。で、さらにプレミアムってことは、さらにそれより高いということは、1500円ぐらいするんではないかと。んで、違う、ブラックニッカのリッチブレンドに関しては、1200円だったから、まあ、角瓶と同じぐらいなんですよね。それだったらお前、そっち買うだろう。まあ、そもそも俺角瓶嫌いだから、まずい。まずい。まずい。やっぱりまずい。やっぱりブラックニッカだろ。やっぱりブラックニッカの、やっぱニッカウイスキーだな。リッチブレンド。ね。だって値段同じだったらさ、まあいいわ。まあそもそも、ね。まあそこら辺は個人のあれですから。やっぱりこのスパイシーさがきついわ。きつい。このスパイシーなこの、うわーって。スパイシーさがどうもな。でもレモンを絞るっていうの、角ハイボールはやっぱレモンを押してるんですかね。
ハイボールにレモンを加えるっていう、その、スタイルで。うん。うん。やっぱり、リッチブレンドは、このどぎつさがない、スパイシーな感じが、ほとんどないんで。まあ、それが物足りないっていう人もいるんだろうな。うん。まあ、ということで、そうですね。これは、まあ、二つ星だな。うん。安定の。安定の二つ星で。うん。それでは、ご視聴ありがとうございました。